イブンハンバルの主張、ムスナド、アフマドの現代における根本の一つの書陰。イブンハンバルは、ムスリムの神学者、法学者、預言者、ムハンマドの原稿を収集、編纂し、ハンバリー派法学の基礎を築いた。伝承した共有の順にハディースを配列した伝承集、ムスナド・アフマドは、主要著作とみなされる。イブンハンバルの思想の影響は広大に及び、 例えば、13から14世紀の神学者、イブン・タイミーや、18世紀アラビアのアフハーブ派の運動、19世紀エジプトの伝統回帰的運動であるサラフィー主義などにその影響が見られる。イブン・ハンバルの父系の家系は、アラブイコールイスラームによるイラク、ホラサーン方面での征服に大きく関わったアラブ部族のラビーア族の一つ、バヌー・シャイバーンに属する。 ハンバルは、不兄祖父の名前であり、祖父ハンバル文ヒラールは、ウマイヤ超過で、サラフスを治め、アッパースケを奉じる革命運動に最初期から関わった人物である。イブンハンバルの父ムハンマド文ンハンバルは、ホラーサーン軍に属し、軍名に従って、ホラーサーン地方からバグダードへ移住し、移住から数ヶ月後のヒジュラ歴164年、第2ラビー期に、イブンハンバルことアフマドが生まれた。 なお、父ムハンマドはアフマドが3歳ぐらいの時に亡くなった。イブンハンバルはバグダードで教育を受け、諸学の中でもハディース伝承の研究に一生を捧げると決心して、ヒジュラ歴179年に旅に出た。イブンハンバルは青年期にイラク、ヒジャーズ、イエメン、シリア、イラン、ホラーサーン、マグレブと変歴して学問を続けたと言われる。しかし、イラン、 ホラーサーン、マグレブへの遍歴はほぼ間違いなく伝説の類である。イブンハンバルは、イラク、ヒジャーズ、イエメン、シリアを訪れ、特にバスラには何度も立ち寄った。さらに訪問の頻度が高かったのは、メッカで、敬語会、巡礼のために訪問している。イブンハンバルは、イスラームの歴史の中で特に精力的に活動した人物であると評され、彼が交流し、教えを受けた。 先達の人数は極めて多い。ヒジュラ歴179年から183年までバグダードで彼を日常的に教え導いたのはフシャイム・ブンバシール・ハシェイム・ビー・ベシェアである。同地には法官長、アブ・ユースフがおり、イブンハンバルもその講義に参加したが、深く影響を受けるには至らなかった。183年以後は、当時のヒジャーズ派の方角の重鎮、 スフェアン・ブン・ウヤイナス・ウフィウン・ビー・ナガオモに、イブン・ハンバルを導いた。実ッによるとその他にも、クーファ、バスラ、それぞれに、重要な師匠を持った。しかし、イブン・タイ・ミーヤが指摘するところによると、イブン・ハンバルの方角の形成には、これらイラク学派よりも、はるかに、ヒジャーズ学派、ハディース派の思想が、決定的に影響を与えている。なお、ムハンマド・ブ・イドリース・シャーフィーは、 イヴンハンバルより、年上の同時大臣であるため、後者が前者の弟子であると言われることがよくある。確かに、イヴンハンバルは、シャーフィーの教説の内容を、ある程度は知っていたと見られ、ヒジュラ歴195年には、バグダードで彼らの生涯でただ一度だけとなる、直接の面会も果たしている。しかしながら、ラウストによると、イヴンハンバルは、ヒジャーズの伝承重視の思想に、 他の何よりも強い影響を受けているという、イブンタイミーヤの指摘に鑑みれば、イブンハンバルはシャーフィーの弟子であったという言説は、不適当であり、事実を単純化しすぎた言説ということになる。アッパース朝のカリフィにマームーンが在位した時代の終盤から時代のムータスイムの在位年間にかけての時代は、イブンハンバルにとって迫害の時代になった。 マームーンはムータズイラ派の学者ビシュル・マリー・スイーの意見を取り入れてムータズイラ派の教説を国家公認の思想とした。イブンハンバルはクルアーンイコール非造物説というムータズイラ派の説に激しく反発し、同説が正当に反すると解いた。このことは当時、タルスースにいたマームーンの耳に入り、バグダードにいたイブンハンバルはムハンマド・ブン・ルーフという別の批判者と共に鎖でつながれて、 カリフの面前に引き出されることになった。ところが悪化を過ぎたあたりでマームーン病没の法を受け、二人ともバグダードへ戻されることになった。しかし、この過酷な旅で、ムハンマドブン・ルーフワシに生き残ったイブン・ハンバルもバグダードの複数の牢獄をたらい回しにされた。新しいカリフのムータスイムは異端審問を廃止するつもりであったけれども、 国家の対面を保つためというムータズイラ派の法官長の意見を入れて、イブンハンバルを呼び出したと言われている。ヒジュラ歴219年ラマダーン月に、カリフの前で、イブンハンバルはクルアーンが作られたものであると信じることを頑固に拒み、鞭打たれた。そして2年間投獄された。出国後もムータスイムの世の間は自邸に陰性し、個人的なハディースの教授に留まった。 時代のアースイクの間も同様で、その次のムターッキルの即位後、公の場に姿を見せるようになった。アブーダーウードスイジスターニーが、イブンハンバルに当てた書簡の写し。ヒジュラ歴266年第1ラビー好きに、筆者され、イスラーム教の歴史の中で現存する最古の、シャホン軍の一つ。アブーダーウードは、イブンハンバルに、法学的見解を尋ねている。イブンハンバルは、 ヒジュラ歴241年第一ラビーズキに病気になり、その後間もなく、バグダードで亡くなった。ユリウスレキカンさんで75歳である。葬儀には何万人もの人が参列し、数千人のユダヤ教徒やキリスト教徒がその日に回収したと伝えられている。イブンハンバルは、ハンバル学派の名祖として有名であるが、旧世紀を代表する巧妙なハディース学者でもあった。 彼が生涯にわたって収集したハディースは、彼の息子や弟子たちが修正したものを含めて、ムスなどとして編纂された。ムスなどとはハディース州の様式の一つのことであり、通常、ハディースは伝承経路と本文とからなるが、予言者、ムハンマドの原稿を伝えた共有ごとに配列されたものを言う。ハディースは本文と伝承経路を合わせて記憶されるもので、ムスなどは、 伝承経路の区分を意図したものであり、信憑性の工程に関わらず、同系統の伝承情報を一括できるという利点がある。そのため、特定のハディースを検索、抽出するのには、専門家でなければ扱いづらいものの、法学者やハディース学者など、法学関係の専門家にとって有益なハディース集の様式である。特に、イブンハンバルのムスなどは、 ムスナド様式のハディース州としてはスンナ派で非常に信憑性の高いハディース州として尊重されてきたものである。ありがとうございます。